お疲れ様です。ラットです。ってことでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日もですね、こちらゲストお呼びしております。滑舌失礼します。とかげ、はい。はい。というわけでね、まあ、コタといろいろ話しながらやっていきたいと思うんですけども、はい、今日はですね、まあね、サバカ、見てわかる通り、サバカを開いてるんですけども、ということで、はいはい、まあ、今日はね、グラチャでやっていきたいと思います。で、デッキがこちらの、枯渇デッキ。なんですけども、まあ、枯渇デッキなんですけども、あのトリトンがね、はい、入ってるっていうものが、まあ、注目していただきたいものです。はい、はい、ちょっとね滑舌がもともと悪いんですけど、もともと悪いんですけど、やっぱねコタを見てからね、こんなに悪いやつがいるんだと思ってね、気にそんなね滑舌気にしなかったんですけど、やっぱね喋ってるとたまになるほどね、はい、気づきますね。でトリトンが入ってるっていうので、はい、まあ、枯渇デッキなんですけど、なんかその枯渇要素がちょっと薄い、プリンちゃんがいない、そうプリンセスが、まあ言ったらマスケットになったり、はい、なんかユーノとかが入ってて、ね、あの枯渇デッキなんですけど、はい、なんか枯渇要素がちょっと少なめのね、枯渇デッキとなっておりますということで、はい、結構ね僕は枯渇をそんな使わないんですけど、そのトリトンをねよく使ってたり、ユーノとかもね僕、うん、まあ、よく使ってるんで、そういった面であの枯渇デッキを普段使わない人もなんか、ね、使いやすいっていうのがねこのデッキの、特徴であります。なるほど、あります。相手は全強、相手はね、おや、お相手は全強、おい、これはねこれはどうもいいですね。これでも、ね、ウッドでダックプリの盾破壊しつつ、プリンスのねケッパーゲージ系割れてきて、ここは速攻ファイブ処理しつつトリトンでね大丈夫受けつつ誘導もね出して、一旦ね一旦ね耐えていきます。相手も枯渇ですね。でしかもダクプリ型だったんで、あのもしかしたらねこのユーノの枠がダクプリ型の枯渇も今あるんですよ。で、まあ、トリトンがあるか何か分かんないんですけど、もしかしたらそれと同じかもしれないですね。ユーノがあれば1個古いやつ、うん、で相手がさっきあのウッド使ったんでガンガンバレル飛ばしていきますね。へいへい、でしょ。でこれ多分正直ウッド打てば、おおいしい、これダックプリと両方一緒に止めれる、うい神ウッドイエイって感じで、まあ、守ってきますね。トリトンで基本ね相手の、はい、このデッキは何だろう、後ろ後衛を何だろう、後衛は溶かせるんですけど、前のねゴレとかをなかなか溶かせないんで、はいはい、そういうユニットをトリトンでねキングにしっかり引っ張って後衛をねマスケットだったり、まあ、アウトローとかで受けていく感じですね。これはまあロケット打たれたのはしょうがないですね。全然今のは逆にアドだと考えて、もう1週間流しつつ、まあ足前アウトローしてもいいんですけど、はい、ちょっとねまだ相手ダックプリとか持ってると思うんで、1回逆流しつつ、ウッド使ったらバレル投げたいですね。ってことでここバレル投げたい、よいしょポイ投げつつ、これは足前プリン来たのでウッドしたら、ついでにねついでにね来ましたね。こっちはファイバーカーね、バレがファイボゲ守ってもいいっていうのがちょい、そうですね、これトリトンで守りつつ、これギャングでいいですね。おお、なるほどね、しっかりね見て、でこういうのにまあアウトローつけて逆サイね、こう適当にねユーノコをつけとくと相手ピンチですね。でウッドサイたのでしっかりバレル飛ばして、おうおうおう暴れるねトリトンが今ガールに言っとったんですけど、いらなかったですねマジで。端前プリンがワンチャンきますね。おお、やばい、痛い、あーいか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 い、まあでも、まあ、スペルをそろそろ打っていきたい時間になってきましたね。相手はロケット持ってるんで、そう相手はロケット持ってるんでね、これ多分ウッドが一回来るかも、クッションで、あおお相手結果、あれはロケット打ったことによってコストがね削減が今が、はい、まだ呪文圏外じゃありませんが、ということでこれ守ってね、まあ、勝ちですね。これしかも今相手はねロケット打ったばっかでコスト、ちょっと待って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 、今余裕で、でも試合終わったと思ってた、試合終わったと思ってた、ロケット打ったばっかで今コストないんでね、結構チャンスですね、はいはい、今がなんでここにね、畳みかけます。なるほど、ね、でこういうところにバレルをこう外してあげると基本的にな普通の人は外します。相手は普通じゃないか、相手は優秀でしたね。なるほどね、コタとかああいうのよく外しますね。いやいやいや、こうやっちゃう。で、これもうね、気づいたら、まあ、ファイブって圏内。よいしょ。ね、なんかね、枯渇デッキなんですけど、その、基本的な枯渇だったら、なんか相手に、なんて言うんだろうな、ウッド使った後に、アイスピ、ナイト、ギャングみたいなね、
こう、はいはい、結構ね自分からそのててててカード回してサイクルをずらして相手がウッド回ってない時にこうバレるようなけてね、はい、攻めるみたいな、うん、結構ね難しいんですけど、これはなんかダックプリとかいうのとかで、まあ、人技要素がありますね。ダックプリは入ってねえよ。ああまあ確かに若干の陸受け枯渇をね、はい、そうですね、陸受け枯渇もちょっと含まれてるんでね、枯渇バレルを通すのはあんま考えなくてもいいですね。結構なんかまあ、U の高の前に始まるアウトローしたりとか、結構防衛がね、あとトリトンで防衛できるんで、ラバラバですね。でラバは基本的にアウトローがきついですね。なんでアウトローを攻めでも防衛でも生かしていきたい。でマスケットもいるんでね、グッと噛みつつ、これはラバクロじゃないでしょうか。いいねコバ、はい、でこれラバクロのコウモリがきついですね。このデッキはプリもいないか、この分ね。そうですね、これはトリトンで引っ張ってあげて、いいトリトンだ。でこれはダメージ受けていいんで遅れてね5打ってあげて、よいしょよいしょ。これダメージ受けるんですけど、その分ね今度カウンターにつなげられるんでね、はいはい。で、まあ、このマスケットでもコウモリで結局処理されるんで、一回置いてよいしょ。でまたスキャミラターンですね。またまあバレル打ったら多分雪玉だけで守られると思うんですけど、打ちます。雪玉打たせて、あはスキャミ使ってきましたね。まあでもこれはこれで大丈夫か。こういうユニットで受けつつそのままカウンターしていきたいですね。よいしょ。でベビドラいるんで、今端前アウトローしてもなんかいい感じにねガールにベビドラ当てられるんで、よいしょ。相手はここ吹けていく。相手は捨てっすね、これは。で僕がここは守れるかどうかっていう感じですね、言ったら。で相手はスペルが雪玉なので、はい、ここをね後ろから、低めにね固めていきます。でキングをちょっと攻めたいですね。確かにいつの間にか、うん。でランバーが多分暴れるんで、てて、これねランバーが破裂してからそうですね、1個は多分折られちゃうんで、ベリーがちょいうざいね。そうですね、折られちゃうんで、あれですね、キングは折られない程度に確実に防衛していきます。相手はこれ許容して、あーこれ許容するのうまいな。それはそれはちょっとうまいですね。キングも狙いたい。おお、コバまあまあまあって感じ。でこれをスケアミかな、守ってほしいですね。これを許容するこの人、ああなるほどね。そう防衛させて、防衛させて、おー早い。これちょっと厄介です。これ 5G のアウトローを2周目回したいですね。この防衛力硬いね、この人。ハエボ打って赤にしっかりフォアをつけていき、おちょっとやばい、うわうい、ちょっとやばい、やばい、ちょっとやばいよと、やばいよと、やばいよと、やばいよと。いやこれはですね、さっきファイブを端前打っちゃったのがいらなかったですかね、もしかしたら。アウトローが思った以上にこの防衛がね早くクローンで捕獲されちゃうんで、若干ここが文句あんのか俺に。違う、アイクブッカか黒に対してアイクはここまで優秀じゃないんだよっていう話をしてかの、ちょっとはい、真面目にね、真面目にね、なんて言ったか分かんなかった。マジ議論、議論やっちゃう。まあまあそうね、なるほどね。ああドズルジャパンさん、ドズルジャパンさんって、ドズルさんの、射程かな。言ったらよくないよくないけど、さあこういうのねスケルピピってこう狙っていきますね。ピピッウェイ。まあスケルトンとトリトンっていうことは巨スケとかがね、最近だったらねロイジャイが、もうああロイジャイもありますね、有名。違うんてよロイジャイ、これは後ろからビビカミが、ああロイジャイですね。これはまあとりあえずアウトローセッパーしていきます。でセッパー、あれだ、今ウッドを使いましたね。ウッドを使ったので、はい、ベビー、これに何かプラスバレルをしたい。まあ普通にバレルでいいですね。よいしょ。はい、じゃあメガゴーチェコ。よし。はい。じゃあいい普及か。で、このベビーがちょっと厄介ですけども、マスケで打ち抜きつつ、よいしょ。そのままね、オーブンを防衛していきますと。なるほど。で、トリティニアがちょっと厄介っていうのありますね。トリティニアが。トリティニアね。うん、通じるかなトリティニア。通じる。今ウッド打ったんでこれね、はいはい、あのギャングとかで防衛できますね。よしよし。まあ今ねこうお互い様子見の時間なんですけど、どっちが攻めるかっていうタイミングを伺ってますね。まあ相
けは相手は公開テントなんでね、そこはちょっとね厄介にはなってきますね。まあなんですけど、相手のベビドラとかメガゴに対して僕がねあのマツケットを持ってるんでね、そこが、まあ結構戦える部分かなと思いますね。こういうのに対して、うん、マスケットでね迎え撃てるんでね。確かに、おお、確かにってね、確かにって。でここでね、トリトンでこうやってね遅延効果入るんでね、ライトニングが、うい、まあ、ライトニング来てもまあね気合で守れます。おで、ウッドサイター、こちょっと攻めたいですね。はい、あれでウッドサイターんで、ここチャンスだと思い、ああ防衛逆いっちゃった。まあね、これ高めからの、よいしょ、おマス結構ここ逃がしていく、これね、ゴリゴリいくよ。今ね、相手ウッドサイトばっかなんでね、こういうところにもしかしてウッド使ってくれても美味しいんでね。おお、使った、さすが学校先生ということで、はい、ここまたね攻めムーブですね。相手が今攻めてきても、こっちは、ね、ギャングマウトロもあるんで、なるほどね。でこのマスクで、あ、やばい、誘拐される。あ、でもこんぐらいなんね、大丈夫、このバレル打ってウッド回ってないですね、さっきウッド打ったばっかなんで。でここベビーメガゴで頑張って防衛、よし、でまたアウトローでね防衛したいですね。構えてるよ、なんかマスタイクファイアボール打てばいいんでね。おお、このウッドは結構いいウッドかな、さっきいいウッドですね、今のガーグになっていけば、ね、このベビーが結構厄介なんで、うん、ベビーがね、ベビーが結構厄介なんですよね。このベビドラにやっぱ苦戦しますね、こちらも。相手がガツッとひたすらねベビーメガゴを後ろから描くっていうのが、そうですね、いいミューブですね。相手よいしょ、バレル避けつつ、よいしょ、あ、ウッドサイターね、ここギャングで守れます、ね、ギャングで守れるし、左側ねタワーのダメージは受けてない方なんで、気持ち強もしつつね。なるほど、結構これマスケットが、マスケットが優秀ですねと。さあ同じ流れになってきてますね。でバレル飛ばしたいんですけど、よいしょ、飛ばしてウッドかな、ウッド打たれたんでアウトロ出しつつ、ここマスケットが誘拐かげ、ここはねウッドでも相手使ったバックなんでギャングとかでね、はい、守れますね。トリトンプラスこういう小物でね完封できますね。トリトンがいいね。でこれでこう右も左も結構に行くんで揺さぶっていきます。あ、トリトン歩いて、まあ、ウッドがありますよと。でも左がちょっと入る、これね、そう、左がね実は入ってるっていう。これもちょっと打つ、マスケで打ちつつ、ライトがもしかしたらいきますね。でこれ今ね多分ウッド裂いて端前、うん、これでもいいと思うんですね。なるほど、まあ、ウッド来たら来たで、でここも言うのが飛ぶんでピピピってしてあげてあ、でもいい防衛されてますね。あ、でもこれマスケットがここで飛ばしつつ、よいしょ、バレルこれに使わせて、はい、トリドンで引っ張って、ギャングをで、ギャングで、よいしょ、まあ、守りすぎかもしれないんですけどね、まあでもこんな感じで、で、ウッド使ったばっかなんで、これにね、ユーノもつけて、ゴブリンバレルもつけていきます。おぉ、ユーノの件がきついですよね、相手は。そう、惜しい。よっしゃー、なるほどね。だからまあ、トリトンとスケルトンがあるから、陸域は強いんですけど、はいはい、強いんだけど、間に合わない。だから高回転で回るんだけど1個が薄いっていうところで、ね、まあ確かにスケルトンってね結構秒で済んじゃうんで、はい、攻めが通りましたねっていう感じで、まあ、一戦ちょっと負けちゃったんですけど、はいはいはい、こちらね、トリトンコカツ、マジでコカツ僕全然使えないんですけど、確かに使うイメージないね、うるせえよ、なんでかよ、自分がぜひね、こちらトリトンのコカツ使ってみてください。あ、なんか U7 枠ダックプリの方もあるんでね、ぜひぜひダックプリ型もね、はい、試してみてやってみてください。というわけで、では、はい、今日はねもしかしたら動画2本上がるかも、マジ嘘かも、嘘がなかも、じゃあ近々2本上がるかもです。コタをボコボコにしてみた動画出すんで、ね、ぜひ、ね、そちらも試してサイクミカ動画になってる感じ、ね、ください。では、はい、概要欄にコタチャンネル貼っておきます。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。